Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Malaysia Airlines flight number 370. The plane was a scheduled international passenger flight that disappeared on March 8, 2014. While flying from Kuala Lumpur International Airport near Kuala Lumpur to Beijing Capital International Airport in Beijing, China. The flight last made voice contact with air traffic control at midnight when it was over the South China Sea less than an hour after takeoff. The aircraft disappeared from air traffic control's radar screens after about one hour. Where has it? Gone! マレーシア370便、ボーイング777型機、2014年3月8日にその消息を絶ちました。が、それから1年4ヶ月後、その飛行機の残骸がレ・ユニオン島で見つかりました。2015年の7月29日のことです。で、残骸発見当時は、その残骸はマレーシア370便のものであるというような報道がなされました。 ボーイング777型機で会場で消息を絶ったのはそのマレーシア370便だけ残骸はボーイング777型機のものだったら誰しもそれでその事件は解決したものと考えました私もそう考えましたがしばらくすると様子がおかしくなりましたその報道は取り消され慎重に調査中というような報道内容に変わりましたもう一回繰り返します 7月29日、残骸らしきものを発見。8月4日、マレーシア370便のものと発表。8月12日、マレーシアのナジブ首相が370便のものと確認。が、同日8月12日、マレーシア交通省は、そう判断するのは時期尚早と。ネイバーサイトがそうした経緯を詳しく説明しています。ネイバーサイトから引用します。 消息をたってから523日後8月12日、マレーシアのナジブ首相は、まあ、マダガスカル沖のです、ね、フランス領レ・ユニオン島に打ち上げられたジェット機の一部が1年4ヶ月前から行方不明となっているマレーシア航空370便のものであると確認した。それからすでに4ヶ月近くになっているが、未だに正式な報告はなされていない。同じく523日後8月12日、 が、同じ日、マレーシアの交通省は10日、モルジブ航空東京から関連海域での航空機の残骸と見られるものが見つかったとの報告を受け、調査チームを現地に派遣することを決めた。現時点で空の残骸がマレーシア370便のものであると判定するのは時期尚早とする声明を発表した。まあ、以上がネイバー、まあ、ウェブサイトからの引用ですけども、 そして今どうなっているかと言いますと、2015年11月16日は次のようになっています。マレーシア370便の残骸の捜索活動が続くインド洋のフランス海外圏、レユニオン島で様々なものが発見されている。しかし、ボーイング777型機の残骸と見られるものは未だ発見されていないと。二、まあ、転三転したわけですね。まあ、実に奇妙な事件です。 まあいまあ、消息事件と言っていいのでしょうかね、行方不明事件と言っていいのでしょうかね、もうそのものも謎ですが、レニューウン島に打ち上げられたという残骸についても謎だらけです。一度は777型機の残骸が見つかったと報道されながら、現在は発見されていないと、まあ、確認されていないと。が、ここでは別の角度からその謎について考えてみたいと思います。つまり、その残骸に焦点を当てて考えてみたいと思います。 で、実は、これに似た事件、つまり、残骸発見という事件が、1978年10月21日、オーストラリアで起きていたのです。その遊告、まあ、この、その前の事件ですけども、オーストラリア人パイロットが、オーストラリアの南端、オッツエミの先で消息を絶ちます。バレンティッチ事件と呼ばれる、まあ、失踪事件が、それです。 その事件についての動画はこの動画の後につなげておきますからまたそれをご覧になってください。この事件の時も実に不可解なことがその後起きました。その失踪事件から6年近くも経った1983年の7月頃、フリンダース島でその飛行機のものともあれる残骸の一部が発見されました。実際にはそれ以前に残骸が島に打ち寄せられていたのかもしれませんが、ともかくも残骸の一部が発見されました。セスナキの カウルフラップと言われている部分の部品がその残骸です。それについての報告は私の方で翻訳しておきましたので後で紹介します。が、この事件についてはですね、まあ、先投げたマレーシア370便の失踪事件と同じように実に奇怪なことが起きたということですね。共に金属部品がですよ、金属部品が打ち上げられていたということです。 マレーシア370便については、翼の一部とみられる大きな部品が打ち上げられたということですが、私はその中に1枚の写真を見つけました。それをここに紹介しま,し,たがしますが、どう見ても金属部品です。その金属部品がレユニオン島に打ち上げられていたというのです。一方、バレンティッチ失踪事件でも同じように金属部品すなわですね、カウルフラップが打ち上げられています。 カウルフラップというのは材質はわかりませんが金属製です。少なくとも木材とかプラ,スチックプラスチックというようなですね、水に浮かぶような物体ではなかったはずです。で、調べてみましたが、アルミニウムを基本にしつかれる合金で一番軽いもの、例えば、えー 一番軽いもの、まあ、アルミニケン2000、まあ、ジュラルミンですね、ありますけども、比重は2.6前後です。つまり水、水のです、ね、重さの2.6倍です。どんなに波にさらわれたとしても、そうした金属部品がですね、水の中で浮かぶということは、物理学の法則から考えてもありえないことです。ありえないことはありえないのです。そのありえないこと、つまりその、まあ、金属製の部品がですね、打ち上げられたという まあ、ありえないことが起きたのです。もっとも今はですね、777型機のものではないと否定されていますから、この部品がマレーシア航空370便のものでないということにはなります。が、それにしても、こうした金属製の部品を,がを見ながらですね、どうして当初、残骸発見と世界中が大騒ぎしたのでしょうか。まあ、バレンティッチ事件の時もそうです。 水抜浮かんで漂流するような物体でないことは誰が見てもすぐわかることです。ますます謎が深まります。ともあれ、1978年10月21日に起きたバレンティッチ事件の動画を改めて皆さんに報告します。なお、その前にしっかりと確認しておいていただきたいことがあります。つまり、 これから1978年にオツウェイ沖で起きて、岬のね、きで起きた、まあ、フレデリック・バレンティッチ事件の詳細を報告しますが、だからといってマレーシア370便の行方不明事件にエイリアンが絡んでいたと私は言っているのではありません。この動画の中で私が言いたいことは、そもそも金属の部品が数千キロも離れた島に打ち上げられる、打ち上げられるというな、などということがですね、あり得るだろうかということです。 オーツウェイからフリンダース島まで、すなわちですね、カウルフラップが発見されたフリンダース島までは400キロ。マレーシアから、まあ、今回ですね、まあ、今回と言いますか、その部品、マレーシア370便のです、ね、部品出し物が発見されたレ・ユニオン島までは5800キロです。報道写真によれば大きなフラップが紹介されていますが、そもそもフラップなるものは水に浮かぶものな,んでなのでしょうかいわんや金属部品です。私ならそうした部品を見た瞬間、 ありえないと否定したことでしょう。が、なぜ否定しなかったのでしょうかつまり、このことは、プリンダース島で発見されたカウルフラップについても言えることです。が、言い換えると、バレンティッチ事件でも、マレーシア370便の失踪事件でも、同じような金属製の物体の残骸発見という奇妙な現象が起きたということです。まあ、奇妙な事件がですね、報道されたということです。なぜそうした金属部品を見ながら残骸発見ということになったのでしょうかあるいは本当に。 その飛行機のです、ね、残骸発見だったのでしょうか、なぜそのように判断したのでしょうか、私はここがおかしいと言っているのです。最後ににもう一度謎を整理しておきます1978年に えー、フレデリック・バレンティッチの操縦するセスナ 182L がですね、おつえ岬の先で消息を絶ちます。そしてその6、5、6年後にですね、それから400キロ近く離れたフリンダース島で、そのセスナ 182L のですね、カウルフラップのが発見されるわけですね。で、それはセスナ 182L のカウルフラップであることは分かってるんですけども、まあけ結論はですね、まあ、182L のカウルフラップであることは間違いないんだけども、まあ、消息を絶ったバレンティッチのね、 乗っていた飛行機の操縦していた飛行機のものであるということには断定できないということで。まあ まあ終わってるわっけですね、まあ、考えてみればです、ね、そんな金属部品が400キロもまあ移動するわけがないわけですね。同じようにマレーシア航空370便についてもです、ね、まあ、あ2014年に消息を絶つわけですけども、2015年の7月にその部品らしきものが、えー、レ・ユニオン島にまあ打ち上げられるわけです。でその中にまあ金属、まあの部品が混じっているわけですよね。でそれは777型機のものであるということで、当初は考えられていて、そしてイコール370便の残骸であるというふうに考えられたわけです。 というのは、えー、会場で,です、ね、消息だった今までの777機の中ではです、ね、その、まあ、マレーシア航空37便以外にはないわけですからね、777、ま、機、あのものであるとするならば、まあ、当然それは370便のものであるとなったんですけども、どうもそ,れそうではなくなってきたと,ということで、まあ、370便のものではないということになって、同時に777機、まあ、ではなかったというふうに、まあ、結論付けられたわけです。まあ、というような、まあ、2点3点してです、ねまあ、謎が謎を呼ぶという状況が今、続いているということになります。 続く、まあ、ビデオをどうか、まあ、ご覧になってください。 the valentish disappearance on october 21 1978 civilian pilot frederick valentish was flying his cessna 182 over the bass strait between victoria and tasmania just after 7pm valentish contacted melbourne flight service stating a larger aircraft was hovering above him in close pursuit melbourne radioed back confirming there was no known aircrafts within the vicinity but valentish continued to describe the larger aircraft following him saying it had four bright landing lights and was flying at around 1000 feet was moving closer towards him and acting as if the pilot was toying with him suddenly communication was lost to the cessna after valentish said Strange hovering on top of me again it's hovering and it's not an aircraft Officials have determined Valentish was undergoing some sort of disorientation and had actually collided with the ground. And others have theorized he staged this as either a suicide or an attempt to start a new life, creating the UFO story in order to keep people talking. One popular theory is a UFO had been following the Cessna and had either accidentally or purposefully collided with Valentish's plane or had abducted him. Whatever the explanation, Valentish or his crash site were never discovered. で、実はですね、このフェデリック・ヴァレンチッチ・セスナー失踪事件が起きる7年前の1971年にですね、私は友人の D 君とですね、同じケープ・オツウェで、まあ、大変不可解な経験をしています。 それを今日皆さんに告白します。その動画は29分49秒後から始まります。どうかご覧になってください。 Hello, this is Hiroshiyashi Hamamase, Japan. Today's story is about ETs behind so disappearance incidents of planes and its evidence and proof. Believe it or not, I show you some serious fact that connect this incident with ETs or extraterrestrials. Shome. 謎の航空機失踪事件は後を絶ちませんね。今も昔も謎の航空機失踪事件は続いています。で、そうした航空機失踪事件の裏で ET が絡んでいたという話です。今日はこのビデオの中でその証明をします。どうかご覧ください。画像は2013年に国際宇宙ステーションから撮られた UFO、つまりブラックナイトと呼ばれている UFO です。 この UFO について宇宙ステーションから剥がれた断熱材であると説く人たちがいます。が、これは断熱材ではありません。合わせてその証明もこのビデオの中でします。さらに1978年にオーストラリアで起きたフェデリック・バレンティッチ失踪事件にはやはり ET が絡んでいました。その証明もこのビデオの中でします。で、今皆さんにご覧いただいているのが いわゆるブラックナイトと呼ばれている UFO です。この UFO について、まあ、これはですね、ISS から剥がれをした断熱材のブランケットと言っていますけれども、ブランケットの一部であると、そのように説く人たちがいます。そしてこれは UFO ではないと、まあ、そういうふうにまあ考えている人たちがいるわけですね。まあ、そう結論を出すのはほんの少し待ってください。これと同じものがですね、1978年、その遡ること35年前にですね、 オーストラリアのオツエで写真に撮られています。これがその写真です。新しい写真が手に入りましたので、皆さんに紹介します。中央の写真に小さく写っていたものが、三枚目では大きく写っています。この、まあ、オツエで撮られた、まあ、この UFO とですね、そして先ほどのブラックナイトと比較してみますと、大変興味深いことがわかります。まあ、左がです、ね、1978年、オツエで写真に撮られた UFO です。 そして2013年、35年後ですね、ISS から撮られたブラックナイトの写真です。まあ、どちらも偽物か、あるいはどちらも本物か、あるいは左のを真似して右の,右の、まあ、写真をですね、熱湯したかって、まあ、いろんな可能性が考えられますが、まあ、その前にこの両者を皆さん比較してみてください、えー。ここに突起物がありますね。そして形は全体として同じであると。そういうことになります。で、もう一枚の写真と比較してみます。 で、今度は、えー、右上ですね、右上の、まあ、ブラックナイトと比較しています。左はおツエで1978年に撮られた写真です。こうして比較していますで。角度が違いますから圧縮、伸ばしはやりましたけど、それ以外の,、まあ、あの小細工はしていません。そして比較してみてください。形が同じだことが分かりますね。ということは、これら両者が偽物であるか。 両者が本物であるかという、まあ、その卓越の問題になってくると思います。まあこれに対してです、ね、NASA 周辺からはです、ね、こうした動画が発表されています。まあ、これはどういうのかといいますとです、ね、いわゆる、まあ、ブラックナイトと言われているその物体はです、ね、宇宙人が操縦するような宇宙船のようなものではなくて、えー、ISS から剥がれをした断熱材であると。 まあそのように説明しているわけであります。で、まあ、その当初ですね、このあれは何だといったその宇宙飛行士自身も登場してですね、まあ、そのあれは断熱材が飛んでいったから、あれは何だと言ったんであって、そのブラックナイトではないんだ、そういったものではないんだということを、まあ、こうして説明しているわけですね。で、まあ、その黒い影になるのは太陽光線のがですね、直接当たるからそのように見えるだけだとか,とか、まあ、いろんなまあ理由付けをしているみたいですね。 まあそれをまあ信ずるか信じないかというよりもですね、まあ、ブラックナイトと言われている写真がまあこのような形でですね、リークして私たちの目に留まっているわけですけども、あとは私たちの判断ということになるのではないでしょうか。例えばこの写真を見てですね、これが本当に断熱材なのかということになるわけですね。まあ その物体の後ろから、えー、噴射光のようなものがあって、そこからなんて言いますか光が漏れているようにも見えるわけですね。まあ、あのさっき繰り返しになりますけども、NASA の方はこれは断熱材であって、黒く見えるのは、まあ、宇宙では光の反射がないからということを説明しています。 でもこうした写真といいますか、動画が発表されているということですね。そして一方、まあ、こうした写真をですね、あのまあ、リークして発表した人もどこかにいるわけですね。でそうして現在、私たちがそれを見ることはできるんですけども、えー、その、その、まやブラックナイトとですね、私自身が、これは、バイ・ハヤシ・ヒロシなんですよ。発見したんですけども、それと、バレンティッチ事件の時にですね、偶然撮られた、その写真の物体が、形が同じであるということなんですよね。 それをどう判断するかは皆さんの問題かと思いますけども、まあ、ブラックナイトって一般的に言うときにはね、まあそれ、それ、今回のそのブラックナイトだけではなくて、まあ、以前からね、いわれる、まあ、ブラックナイトという、まあ、奇妙な黒い、その宇宙船が宇宙空間を漂っている、まあ、飛んでいるということはよく指摘されています。で、その中の一つが今回、まあ、ここで紹介したブラックナイトということになるわけです。えー、つまりですね、まあ、両方ともバレンティッチ事件で見られた、その、 ブラックナイトといいますかね、UFO と、それから ISS から偶然撮られて、それがリークしているブラックナイトがですね、同じかどうかということになってきますとですね、両方とも偽物か、あるいは両方とも本物かという、まあ、大きな卓一の問題になってくるわけですね、えーまあまあ。現在のブラックナイトをですね、バレンティッチ知事権の、えー、撮られた写真をもとにして作られたとは、とても考えられないという点で、まあ、林許氏はそのように判断しています。で ここですね、あの流れ去っていくものは何だと言ったのは別にブラックナイトのことではなくて断熱材のことであるというふうに、まあ、こういうふうに説明しているわけです。まあ、で、この今これに映るのが実際これ断熱材だと思われます。まあ、こうした写真も一方で、ね、あ発表してこれが断熱材だと、これをまあブラックナイトだというふうに見間違えているんだというふうにまあ説明しているわけです。つまり、ブラックナイト見け 繰り返しになりますけれども、両方とも本物か、両方とも偽物かということになりますと、まあ私は両方とも本物だったうふうに考えています。まあ、最後にもう一度、ブラックナイトのリークされた写真を見ていただきたいと思います。下のその日本語はですね、あの英文版の方の、えー、ナレーションを私が翻訳したものです。 で、このビデオを見る限り、ブラックナイトは ISS から剥がれ落ちた断熱剤ということになります。が、そう判断するのは待ってください。1978年にですね、フェデリック・バレンティッチという、まあ、パイロットがですね、オ津江ェ・で消息を絶ちます。で、メルボルンからオ津江ェ・そしてキング・アイランドに向かう途中で、まあ、バレンティッチはですね、消息を絶ちます。で、これがその、まあ、事件の始まりなんですね。 1978年10月21のこと、1日 ISS からブラックナイトが取られる35年前ということになります。で、これが詳細、それを伝えるまあ記事ですけども、その実際の更新記録は、こ,まあ、ここにつなげておきますから、どうかお聞きになってください。まあ、いろんなこと言われてますけども、事故ではありませんね。 Is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in, in the vicinity? Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Well, Sierra Juliet. It's not an aircraft, it's. Can you describe the uh, the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. I cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the um, the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is で、ここで、出ュ音が入り、バレンチチの飛行機は消息を立ちます。 がですね、その焦燥を絶つ20分前にオツエ岬で写真を撮っていた人がいました。それがロイ・マニフォルドという人なんですね。そしてそのロイ・マニフォルド氏が撮った写真の中には UFO が写り込んでいました。これがその写真です。1枚目には何も写っていないと思われます。しかし2枚目にはあ左上にかすかに白いものが見えますね。 そして3枚目にはそれが大きく右上に映っています。で、この、これが何であるかですけども、またこれもいろんな説があります。まあ、最終的には雲ということになったわけですね。で、ここに映り込んでいる UFO と断言していいですけど、UFO と ISS が捉えた UFO と比較してみると、その両者が全く同じであることがわかります。すなわち ISS が捉えたブラックナイトは 実はその35年前にですね、オーストラリアのオツエ岬で現れていたということになります。で、ここが重要です。結論です。もう一度、この両者を見比べてみてください。左がオツエ、35年後のこれ、右がですね、ISS から撮られた写真ということになるわけですね。で、この両者は突起物まで同じです。そして形も正確に同じなんですね。 ということは、先ほど言いましたように、この両者が偽物であるか、両者が本物であるかということになるわけですけれども、この両者の間につながりがあるとは考えられません。なあち、バレンティッチの事件も、それから ISS から捉えた、まあ、ブラックナイトも本物であるということになるわけですね。これが論理の帰結になります。もう一度よく見比べてみてください。上が、まあ、UFO です。そして左下がバレンティッチ。そして右下が ISS から捉えた UFO です。 が唯一一つだけ別の可能性があるとするならばですね、いわゆる NASA が、NASA から漏れ出たというこの写真がですね、いわゆる1978年のバレンティッチ事件の出とられた写真をもとにして作られた捏造写真ということになります。しかしそんなことは考えられますか考えられませんね。ということは、この両者は同じ UFO である、すなわち、この2つの事件は同じ事件であるということになります。 もう一度、えー、世界で起きている失踪事件を見てください。こうした失踪事件は、まあ、これらすべてがね、その裏に u f イリアンが絡んでいたということは断言できませんけども、こうした失踪事件がその都度、時々起きているということは事実ですね。これらの事件の裏に UFO が絡んでい,い,いるということは断言できませんけども、さらに、なってますか、絡んでいないとも、まあ、さらにですね、 断言できないということになるのではないでしょうかというのはこのビデオの結論です。なあち、失踪事件の裏には、エイリアン、ET、すなわち、エクセシティスが絡んでいたということになります。これが今日皆さんにお伝えしたかった話です。続くビデオはバミューダーサ・トライアングルの謎についてのビデオです。どうかご覧ください。一部、ダブりますけども、お許しください。 それでは、バイフォーナー。Hallo, this is Hiroshihayashi, Hammamacity, Japan.Bermuda Triangle in mystery.Why not?it's true. 謎のバミューダ d a t r i a n 真実なのか、真実でないのか。ますます真実,実、身を帯びてきました。1978年の10月21日。 一人のオーストラリアンパイロットが大津江岬の先で消息を絶ちます。フェデリック・バレンティッチです。彼はメルブールの近くの空港からですね、まあ、単独で訓練飛行機に出かけます。そして大津江岬でですね、通り越したあたりで消息を絶ちます。その時の実際の録音をお聞きください。 This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in, in the vicinity? Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Belda Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's. Can you describe the uh, the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. I cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the um, the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic like it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. 記録をここに紹介します。 こうしてフェデリック・バレンティッチは消息を絶ちます。が、そのフェデリック・バレンティッチがメルボルンの完成塔と連絡を取る20分前にですね、同じオッツウェイの岬で写真を撮っている人がいました。それがマニフォールドという方なんですね。そして、そのマニフォールドの撮った方の写真には UFO が写り込んでいました。これがその写真です。 で何であるかということがまあいろいろ議論されましたしマニフォールド自身もこの写真を撮った時には気がつかなかったそうですね。幻想してみて初めて分かったそうです。で、この写真には重大な謎が隠されていました。もう一度検証していますが自殺なのか事故なのか。自殺なのか事故なのかですけどももう一度その。 当時のですね、官製塔とのやり取りを聞いていただきたいと思うんですけども自殺は考えられませんねではこれは何かということになるんですよね関係があるのかないのか実は2013年に NASA の写真がですね NASA が保有していた写真が外にリークされましたこれがその写真です 一応消し忘れということになっていますけども分析してみたらこのような写真が写っていたというわけですそしてその中の一枚がこのいわゆる越江の岬で撮られた写真と一致しましたこれから皆さんにその写真をご覧いただきますけどもこれこそまさに百聞は一見にしかずということになります一連のの写真の中に このような写真が混ざっていました角度を揃えてみますとこの両者は全く同じであるということになります。ということは互いに連絡をあったとは思われませんので1978年に大津江の岬で撮られた写真とそして2013年にリークカウトした写真がですね同じだということです。言い換えますとこれらの2つは実際の UFO ということになるわけですね。 で、フェデリック・バレンティッチは自殺したのか、それとも操縦ミスによって死んだのか、もう一度皆さん、先ほどの官製塔とのです、ね、やり取りを聞いてみてください。この官製塔とのやり取りを聞くうち、まあ、範囲ではです、ね、フェデリック・バレンティッチはごく、まあ、冷静に行進をしているように見えます。 自殺する人の、まあ、なんて言いますかように声、声には聞こえません。また、操縦、まあ、未熟で、ですね霧もみ状態になって海,海へ突っ込んでいたと、その時に自分の飛行機の光を見間違えて UFO と思ったとという説は,当た,りは当たりませんね。というのは、霧もみ状態になる前に、フェデリック・バレンティッチは UFO を目撃しています。 もし切りもみ状態になればですよ、混乱状態ですからね、わーとかギャーとかというような声、ていうかそういう雰囲気があってもおかしくないわけです。切なは軽い飛行機ですですから、切りもみ状態になってからこのような行進をしたということは考えられませんね。言い換えますとと操縦のですね未熟が原因であるとは 考えられませんそう考える方がまあ無理がある,あるわけですね。もっと言えば、こじつけなんですね。でもう一つこの声を聞いていただきたいんですけれども、この直後にフェデリック・バレンティッチは消息を絶ちますが、これで自殺説は消えますね。事実であることを宣誓して、 話します。1971年の1月か2月のことです。正確な日にちは覚えていません。私はその時、D 君という友人のビーチハウスに泊まっていました。ビーチハウスはローンという小さな田舎町の近くにありました。メルボルンの南です。時刻は忘れましたが、朝起きると D 君のお母さんが、 バスケッットにサンドウィッチなどを用意ししててくれていました。その前後のいきさつは忘れましたが私と D 君はそのバスケットつまりお弁当を持って出かけました時刻は忘れましたがいつも朝9時とかその前後までベッドで寝ていましたからその頃出かけたと思いますオーストラリア最南端の オッツへ,へ行こううとといいい話はしていたと思います D 君の別荘からローンまでは直線距離にして、えー、10キロローンからオッツエまでは52キロで二人で食事をしたのはオッツエ岬の近くで,でしたブッシュの中です私と D 君はフォルクスバーゲンの車の上で座って食事をしました その時、撮っった写真が残っています。でそこで昼食を食べオッツ岬へ向かいましたそれほど遠くはなかったと記憶しています当時のオッツ岬はただの荒れ野原背丈の低い5センチから1 0センチ前後の雑草がまばらに生えていた野原でした野原というより日本風に言えば殺風景な 空き地といったた。感じでした何をするでもなし、またしないでもなし、少し離れたところに白い灯台が見えましたが、灯台までは行きませんでした。で、どちらが先に行ったかは記憶にありませんが、当時の雰囲気からして私が言い出したと思います。何か記念になることをしようと。で、2人で相談して、大地に キスをすることにしましまた私たちは正座し前に体をかがめ手を伸ばしそのままゆっくりと顔を地面につけキスしましたがその途端私と D 君はそのまま眠ってしまいました眠ったという意識はありませんでしたが眠ったような印象を持っていますで私はそのままの姿勢で次に覚えているのは ゆっくりと体を起こしている自分でした。私の右を見ると D 君もちょうど体を起こしているのが見えました。同時に体を起こしたことになります。でその後私と D 君はほとんど会話をしなかったと思います。車に乗りキロに着きました。しばらく行くとアポロベイという小さな海岸通りの町に着きました。 で、何かを食べようということになり、入り口近くにあったピザショップへ入りました。で、二人でピザを食べました。食べてピザショップを出ました。辺りは真っ暗でした。それが強く印象に残りました。真っ暗でした。オーストラリアの南端といっても、真夏の1月か2月です。 日没時刻は午後7時前後ではなかったかと思います。で、その後、数日して私と D 君はジーロンの町へ移りました。D 君の両親はそのジーロンに住んでいました。そこでさらに1週間ほど過ごしました。で、大津へ行ってからちょうど1週間目の夜のことでした。D 君はその時、ベッドの上でライトを照らして本を読んでいました。 薄暗い部屋でした。私は D ー君にこう話しかけました。なあ、おかしくないかと。僕たちは、おつえのブッシュでランチを食べたよね。その後と、おつえ岬へ行ったよね。車で30分はかからなかったよね。で、しばらく歩いて、大地にキスしたよね。と。D ー君は、今でもそうですが、 下顎,下顎を親指と人差し指で挟みながら、イエース、イエースとゆっくりとした口調で私の話を聞いていました。なあ、D、その後僕たちは眠ってしまったみたいだ。で、起きて何もしないで帰ったよね。アポロペイでピザを食べた。が、どう考えてもおかしいよ。D、ショップを出た時、もう真っ暗だったよね。つまり、 つまりね D、時間が合わないよと。そうだろうだって僕たち数時間以上もあのまま眠っていたことになる。と。オツウェイからアポロベーまでは17キロ。車で走れば30分の距離です。また、夏の炎天下で数時間以上も同じ姿勢で眠るなどということがあるだろうか。が実際には 眠っていたことになります時間は分かりませんが、遅く見て午後2時ごろ大地にキスしたはず、アポロベイには早くても午後6時ごろ着いたはず、計算してみると3時間以上は眠っていたことになります。で、この話はここで終わりますが、実はそのお杖は UFO の出没地。 ついてあるということを私は日本へ帰ってきから知りましたその都度 D 君がオおつえで撮られたという写真や新聞記事を数回送ってきてくれましたその中の一つが今日のこの動画の中で紹介したフェデリック・バレンティッチ事件ということになりますですからこの事件のことは特に強く印象に残りました まだ日本では UFO 問題がほとんど話題になっていなかった頃のことですで私がこうした事件の背後でエイリアンによる人体実験であるものがあるということを知りました人間がエイリアンにアブダクトされいろいろ人体実験をされているという事件ですがそれとてずっと後になってからしたことです1971年当時の私にはシリオもない。 事件でした。で、今でも D 君は D 君とは会った時など時々この話をします。去年もこの話をしました。僕たちアブダク,ブダクトされいろいろ検査されたかもしれないねと。が D 君は私がその話をするたびにこう言います。ヒロシがそう言うなら僕もそう思う。 リー君はその後、M 大学で教授職を40年近く務め数年前に退職していますそれだけに言葉には慎重でことあの日のことになると口が重くなります私にとってはどうしても理解し難い不思議な体験ということになりますが以上全て事実であることを ここで改めて宣誓します。皆さんは、この私の体験をどう思いますか率直に言って、実に不可解な、私にとってはあまり思い出したくない体験です。この3月に、教育評論家という肩書きを外しましたので、皆さんに、こうして私の体験をそのまま告白することにしました。 Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, uh, April the 27th, 2016. Thank you very much for your watching and bye.